まして、元朝日新聞記者で現在北海道にある北星学園大学の非常勤講師をやっております上村隆と申します。今日は雨模様の冷たい中を私の話を聞きに、これほど多くのたくさんの方が集まってくださいまして本当にありがとうございました。札幌から来て札幌は雪だったんですが、東京も結構寒いですね。皆さんありがとうございました。わざわざ来ていただきまして今から話をさせていただきます。私は札幌の宮の森シャンツェという、ジャンプ台のふもとぐらいのところにの住宅街に住んでるんですけれども、札幌オリンピックで皆さん、笠谷選手をはじめ、金銀銅を取った、札幌オリンピックの日の丸飛行隊のですね、活躍したそのジャンプ台というのがすぐ私の家の近所です。周りが、林に囲まれまして、住宅街ですけどかなり山なんですが、普段はとっても静かなところで、実は私今56歳なんですが、高知県出身で南国生まれなんですが、50過ぎて北海道で記者生活をしたいと思って北海道に渡って、今家族と一緒に札幌の山のふもとに住んでるんですが、すごく静かなところなんですが、去年は大変な騒ぎで、静かな私の住宅街の私の家の周りだけがですね、異常な雰囲気がありました。それは一部の週刊誌記者が私の家に張り込んだりですね、あるいは盗撮盗み撮りをしたりするんですね。私が犬と散歩してる写真なんかをこう週刊誌に載せて、捏造記者、というふうな見出しが出たりしたこともありました。だけれども去年の8月に私の記事が捏造でないということを朝日新聞が発表したとですね、私は積極的にメディアに発信しようと思いました。いろんな手記を書いたりしたんですが、こんなことがありました。去年の12月にですね、私が、家族と一緒に車で、ちょっと母親の病院に連れて行くときに、突然カメラマンとですね、記者が走ってきてですね、上村さん、フライデーの記者ですけどちょっと取材を申し込みたいということで、フライデーって言ったら写真週刊誌ですよね。だけれどもどうも私の話を聞いて、取材してくれるようだったんで、取材に応じることにしました。そして、送られてきた雑誌がここにあります。フライデーですね、フライデーという週刊写真週刊誌、この一面にですね、これ1月2日号ですが、2014年大騒動の主役たち今でも知ったもんだという見出しがあるんですよ。それでどんな、特集なのかなと思ってちょっと見ましたらですね、皆さん去年の大騒動の主役たちが出てるんですね。これはNHK のもみーさんですね、会長、それから右はおぼかたさん、スタップ細胞の方、次のページを見ますとですね、号泣県議一躍有名になりました、野々村さん、それからですね、全盲の音楽家の、佐村浩二さん、こういうふうな去年の有名な人物が出てるわけです。さて次見ますと、なんと私の写真がこういうふうに出てるわけですね。捏造記者バッシングへの反論ということで、上村隆元朝日新聞記者ということで紹介されてるわけなんですが、記事の内容は私が捏造批判に対して立ち上がったという、記事なんですけれども、しかしですね、私は大騒動の主役たちといってもですね、お騒がせをしたわけではないんですよ。今から24年前に書いた記事がですね、原因で一部の週刊誌、あるいはそういう一部の新聞がですね、
私をバッシングするんですけれども、私自身はじっとしていたにもかかわらずお騒がせの主人公になりましてですね、先ほどあの紹介されましたうちの娘にこの雑誌を見せましたらですね、みんな有名で父ちゃんとは格が違うのになんで父ちゃんがそこに出てるんだということを言われまして、確かに全く格が違う私がなんでこんなところに登場しなきゃなんないのかということが今日の話のテーマであります。